平野仕様の韓国進出報道はジャニーズの誘導踏み張る方が C ホーとの情報戦。彼ら自身が自由に自分の考えや思いを発信できればいいのですが、来年5月にキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を退除する予定の平野仕様に関して、13日に発売された女性自身、2022年12月27日号。 公文社が退場後に韓国進出を検討しているようだと報じました。彼は韓国での活動を通じて世界進出を目指すとのことですが、レコード会社関係者はこの報道に疑問を抱いています。韓国進出の根拠が金プリの一番、月読みの振り付けを担当した世界的ダンサー。 振付師のリンハタへの存在と、2020年の主演ドラマ、末光警察ミッドナイトランナー、日本テレビ系、が韓国ドラマのリメイクだったことの2点だったので、驚きました、ショー。ダンサーはコミュニティが繋がりやすく、あいつがすごい、という話はすぐに仲間内に広まるものです。 平野は芸能活動を始める前からダンスをしており、2019年にラニー週間滞在した際に、人気ダンサー、振付師のメルビン・ティーム・ティムからレッスンを受け、昨年発売のマジック・タッチの振付をお願いしていました。記事ではディン・ハタへの影響で平野が韓国に興味を持ったとしていますが、 ティムティムも K-POP アイドルと関わりがありますし、本来ならダンス技術が高いアイドルが多い K-POP に興味を持っていない人を見つける方が難しいのではないでしょうか。また、平野は間もなく26歳であり、海外進出に向けて英語を勉強してきましたが、韓国語は話せません。 現実的に彼が韓国に渡り、現地の芸能事務所にアプローチすることは難しいと本人も理解しているはずです。リーハタオーイを他のだ。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。